おはようございます。新色というか私にとっては新しい色、新品でございます。今日は9月の8日の木曜日です。割に涼しい日になっております。台風が終わって涼しい日ですね。はい、トスコハの色地盤、私は半パン組で本紫持ってたんですけど、本紫持ってなかったので、やっぱこの夏結構白も使ってもう一枚夏襦袢が必要かと思って作ったんですが、これがまた限定品なんですけれども、まあちょっと前の動画で多分おまけでマキエさんと私が着てます。はい、呉服さんに一肌脱いでもらいました。はい、刺繍袖、もちろんこの刺繍、ラポージェさん、違う、テリーナさん。ラポージェさん、縫製だ。テリーナさんですね。はい。テリーナさん、親部のテリーナさんが、刺繍してくださいました。はい。最初はね、網代襦袢にしようと思ってたんですけど、ちょっと生地的に刺繍が厳しかったんですよね。釣れちゃって。それで、トスコハに、急遽なったんですね。呉服さんが前にモタハンさんで催事をされた時、去年の6月だったかな、あの時に長襦袢の袖になんか刺繍、猫の刺繍したら可愛いと思うんだよねって言った時に、しょろしょろしょろっと描いてくださった絵でした。でそれを、綺麗にしてくださって、ニョロニョロじゃないよ。可愛い。で、裏も当たっても痒くないように、両表なのかぐらい綺麗なね、ツルツルとした。で糸がこれちょっと今洗ってない、一回も洗ってない状態です。洗ったらちょっとここがなみなみなみってなると思います。なぜならこの糸、ポリじゃなくって綿で刺繍してもらったんですよ。なんでかっていうと、やっぱ肌に触れるのでかゆい、チクチクするのは嫌だということで、綿の糸で刺繍してもらってて、ちょっと黄色のね、にゃんがわーかわいい、トスコハのにゃん襦袢ですね。はい、にゃん襦袢着て、なんで今日はモタハンサーまみれのモタモタコーデでございます。襟は、ワッフルつけました。紫の方ですね。ずっと使ってたのはもう一色の方でしたね。緑と紫の方なんですけど、こっちはオレンジ紫の方でございます。はい。で、今日は葉っぱのレースのくるみ色の着物気分ではなく、本当に着物仕立ての方を真面目に着ます。真面目と真面目じゃないとか別にないんですけどね。火曜日、あ、ゴミ入った。雨と雪、風のかなり心配の中のスタートだったんですけど、ちょうど来る前に行って去ってから帰ってきたという感じでした。はい、で、石川県にいる時間が短かったので、石川県の今シーズン最高気温を感じることもなく、まあ、朝30度で暑いよねぐらいで火曜日は終わったんですけれども、三重県の方に行ってきました。モタハンさんとこまで車で行って、そこからモタハンさんの車で、モタハンさんとマキエさんと私と3人でひびひもの、工場を見学させていただいて、社長さんに直接お会いして、でいや、もうほとんどそうですね。その時蔵さんのチャットの言葉を借りるなら、機械というよりも、人の手と一緒に動かしてくださる道具というか、なんていうんですかね、機械っていうか道具だよねっていうぐらい、本当にね、手のかかるお仕事が多くて、
機械織りって何なんだろうっていう、なんかね、機械って言ったら 手かかんないとかじゃないよねっていうね、そんな感じでしたね。本当にすごい、あの、ゆっくり織られて、あの、素晴らしい、あの、なんていうかな、本当に締めやすい締め心地になるのは、このゆっくりっていうのがあるんだろうなって、やっぱあの、なんていうの、千織さん行った時もそうだけど、昭和の、あの、機械じゃない感が半端ないですね。機械織りって何みたいなね、そういうのありますよね。もう本当機械じゃない感が半端ないですね、うん、どっちが偉いとかどっちがいいとかそういうのはあんまり比べるものじゃないんじゃないかなと思いますね。おのおのの役割っていうのがあるので、うん。お苦労されることも今の時代なんで多いかと思いますけれども、たくさん機械を動かしても数が作れないというね、すごいゆっくりとしか折れないのでね、でもすごくフルで動いてましたけれども機械は、ひびひももこうやって作られるんだと思って。でまあ何見ても可愛くて糸の染まった糸見てるだけで可愛くて、もうなんかなんだろうすごい大変で、そうね、その続けるのも大変なお仕事の分野だっていうのは非常に分かってるんですけど、着物って本当可愛くて楽しいっていうのをね、もうやっぱこう湧き出ちゃうんですよね。かわいい、締めたいみたいなねその力強さよっていう感じでしたね。もう素敵な、出来上がってくる商品は全て素敵な商品でしたよ。可愛くていい、ね、街並みはものすっごい古い街並みというか、なんだろうね、めっちゃ道狭くって、とにかくもうここを曲がらないと工場に行けないっていうのが分かってても勇気が出せずに曲がれないみたいなぐらい道が細くて、私だったら運転できないっていうぐらい細かった。あ、お腹鳴ってきた。はい、で今日は呉服さんのね、デザインの刺繍をつけてるということで、呉服さんの帯をもう一度なんですけど、昨日こっち側最近ずっと使ってたんですけれども、こちら側を締めたいと思います。にゃんにゃんですね。呉服さんも何色だろう？この柄の帯、締めてる写真がございましたのよ。インスタで。嬉しかったね。呉服さんの T シャツも買いましたちょっと期間限定のお店で買いました。サイズがめっちゃでっかいのしかなかったから、ちっちゃいのならでっかいのだろうと思ってでっかいの買ったんですけどね私はあの T シャツは吉田のとこ行くときかおねんねするときにしか使わないので、あのでっかいサイズの方が楽なんですよ。着物はマイサイズ、 T シャツはノーマイサイズですね自分の全然サイズではないの買うんですけど、その工場見学が終わったら、出来上がった長襦袢が野田藩さんにちょうど届いていたという感じで渡していただけて、襟とかをつけて今日初おろしです。お紫いい色ね。で、一回も洗わずに今着てるんですけれども、やっぱ私初代のトスコ藩の色襦袢から使ってるんで、やっぱ初代よりも全然かゆさがなくなりましたね。最初からもちろんね、洗って柔軟剤した方がもっとかゆくならないんですけれども、
あ、チクチク感は減りましたね。トスコハンの色地盤ではなくてトスコアサを使っている方は知ってると思うんですけど、独特のね、麻のチクチク感がね、チクチク感と、あとそのポリエステルのペタッとくっつく感がちょっと苦手な部分がある人が多い、でも洗濯に強いしっていう生地だったんですけれども、それを改善されて、そのペタッとする感じをだいぶ減らし、チクチク感もだいぶ減らしっていうので、トスコハンの色地盤が一応モタハンさんから出たんですよね。まあ、1回目のやつよりも今売ってるやつの方がよりそのチクチクかする感じを、軽減する加工をしてから長襦袢にしてるので、生地代がどんどん上がってくって、言ってたな、モタハンさん。まあ、原価もすごい上がってて、毎回毎回仕入れの価格が上がってて、生地のね、ちょっと値上げしないと無理だっておっしゃってたんですわ。はい、ね、無理するぐらいなら値上げした方がいいよって言ってたんですけどね。まあしょうがないですよね、これだけ円安になってて、そしてもともと世界的に物が高くなってる、原料が高くなっている状態でのさらにの円安なので、ここで円高だとそこまで響かないんですけど、どういう対策してるんだろうね。円安が異常な感じになってるんで、より一層輸入してくるものが高くなってしまって、日本でただでさえ高くなってるのにさらに高くなるっていう悪循環です。はい、対策しましょうねっていうのはなかなか難しいんですかね。はい、で今日こんな感じでございます。はい、今日はモタハンさんコーデですね。モタモタまみれでございます。はいはい、ワンオンさんに刺繍してもらったトントンジュエリーはオレンジと、緑のコラボレーションの方ですね。ちょっと秋っぽいですね、オレンジ入ると。で、着物はくるみ色のレースの着物、葉っぱのレースの着物、そしてモタハンさんの手ぬぐい帯とひびひも、この前見に行きましたね、ひびひもの会社で、長襦袢が、はい、こうやったら少し、これはもう自分の楽しみだからな、変態長襦袢になっちゃってますけど、はい、中が、はい、トスコハンの長襦袢の、私にとってはお乳でございます。はい、本紫です。で、本紫だけちょっと多めに作ってもらって、この刺繍を先にしてもらって、置いてあるそうなので、限定で販売されると思います。まあなんかね、こう試しでやってみてじゃんで、全色ができないっていうのは申し訳ないところなんですけど、まあそれは我慢してください。はい、こんな感じですね。にゃんにゃんにゃんです。ここからすっげー透けるかって言ったら、そうでもないんですよね。そうですね。どうなんだろう。どこまで透けるかな。ちょっとまあこれに当てがってみて、まあこれぐらいですわ。少し黄色が、あれなんか映ってってるかなぐらいな感じで、なんで別に透けて恥ずかしい感じにはならないんで、どっちかっていうと自分の楽しみ、ウホホホホっていう感じですね。ほら、こんぐらいしか透けない。はい、なんでウホホホホっていう感じで楽しめる、私猫袖だしみたいな。ちょっとだからこの裏も綺麗になってるので、
こうやった時にここからも見えるにゃん、あ、にゃん、え、にょろにょろ、いや、にゃんみたいなねそんな感じよね。両表みたいになってるからさ、こっちから透けてそんな見えなくてもここから見えるのがまた可愛いですね。ちょっとなんか見えんみたいな、見せんみたいなね。はい、じゃあこちらの旅です。はい、恵比寿旅さんの旅です。はい、オーダー旅です。で、緑のシュシュにしたな、確か。はい、こんな感じです。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。そう、緑の絞りのシュシュと、緑の、ひびひもを合わせた次第でございます。はい、袖口にちょっとした、遊び心っていうので、まあこれは本当に自己満の世界かもしれません。はい、決してそんなことをする必要は全く持ってないんですけれども、猫好きな方、あと呉服さんの絵が好きな方、これすごい絵としても可愛い可愛いですよね。これニョロ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 みたいな、つながった猫ちん、可愛いですね。あの呉服さん好きな方、あとはその呉服さん、あの猫好きな方、ぜひぜひでございます。期間限、あの数量限定で多分販売になると思いますね。一回その刺繍してくれた分の袖、両袖刺繍してくれた分のやつだけ、あの数決まってて、注文できる形かなと思います。詳しくはよくわかりません。はいで、本紫、くるみ色にあてがってみましたが、こんな感じです。あのそうですね、そんなに赤根よりも赤には透けない感じですね。ちょっと明るめのグレーが入ってるような、でもこうやって当てると紫が出てくるんですけど、非常に分かりづらい感じですね。うっすら大人な感じですね。ここまで来ると黄色が出てきますね。猫ですね。はいあ、そうだ、なんか前呉服さんがちょっとあのいろんな作家さんとコラボをしとって、限定で、私お店は行けれないのでネットで売ってるのを買いましたっていうので、はい、 T シャツ麦酒って書いてある、これは多分ビールの意味でしょうね。かわいいよね。ちょっとここがキューピーみたいなこの呉服さんの絵ですね。呉服さんにゃんの絵が可愛いんですね。ちなみにこの T シャツ買ってから知ったんですけど、はい、後ろもちゃんと書かれてましたわ。あのプリントされてました。硬いプリントじゃないので着やすいと思います。でちなみにこれは XXL ですすごい長いよ。でも膝上だけどね。うん、それにダボっとして着るのが好きなんですわ。はい、XXL です。はい。もう一個買ったやつも、でかいサイズの買ったんですけど、違うところのやつで、ちょっと可愛いのがもう一個、猫のであったんで。久しぶりに T シャツを買った。また着たいと思います。はい、呉服さん情報。ちょっとなんかずれた感じの呉服さん情報です。真面目な呉服さん情報じゃないよね。あの焼き物のとかじゃないし、帯留めがとかじゃないからね。すいません帯留めとかはもういろんな方が使われてますし、呉服さん自体もね、あのいっぱい、お知らせされてると思うので、そこら辺は呉服さん好きの方はもう全然もうあの情報的には間に合ってますっていうね感じだと思いますまあそういう情報を取ってる方じゃないと知らない作家さんっていうのもありますしね。あのぜひインスタで呉服さんフォローされるといろいろ出てきます。可愛い焼き物の帯留めを作られてたりするんですよ。コップとかも食器も可愛いですよ。もういろいろ可愛いのあるんですけれども、
要は絵デザイン、絵のデザインができて、焼き物を焼ける方なんですよね。帯留めもそうだし、かんざし作ってみたり、食器を作ってみたりっていうのができる方、絵付けができる方なんですけれども、その絵のデザインだけで、こういうTシャツデザイン、イラストデザインですね、 T シャツをこう作って限定でね出してみたりして遊んでくれたので、かわいいじゃんと思って、私ビール飲めないけどかわいいと思ってね買いました。はい、ではまあこの帯にしてもそうですね、呉服さんへのデザインをされて、それを北谷さん染めるという形ですし、まあ、この刺繍に関しても呉服さんへ絵を描いてくださって、でそれで刺繍はテリーナさんがしてくださるという感じです。最後にもう一度お見せしましょう。にゃんにゃんブラザーズ、はい、トスコハンのにゃんじゅ版本紫限定販売するにゃーということでございまして、ちょっといろいろこうどうするこうするどうするこうするとか、いろんな相談をねよくモタハンさんとはするんですけれども、みんなが楽しくなったりちょっとなんかワクワクするようなので、しかも扱いやすいものっていうのを、まあ、テーマにいろいろやってるんですけど、その中の一つで、そのやっぱこのレースをね作ってくださってるテリーナさんに行くと、もういろんなレースを見るんですよ。刺繍とかもね、なんかねもう無限になんかしたくなるんですよね。それでしたくなった一つですもし私もこういうの欲しかったっていう方いたら、早めに、まあ限定だと思うので購入されたらいいかなと思いますはい、な感じでございます。まあ本紫もう持ってるわっていう方は、おわちょっと難しいなそれはみたいなのあると思うんですけれども、また違う色出るの待つかっていうのも一つなんですけど、違う色出るかどうかは知らない、私は今のところそれは聞いてないのでよくわからないんですけれども、まあ、もしかしてやるのかもしれないですね。それはモタハンさんのさじ加減なんで、私は全然知らないところなんですけれども、一応私本紫で、まあ、マキエさんとお揃い、私とお揃いがいい方いかがでしょうか。もちろん男性の長襦袢も作れますのでね、ぜひぜひでございます。もう同じ色が2つあったって全然邪魔にならないですよ。もう夏の襦袢なんてね、もうどんどん使えますからね。ほんで長持ちしますんでねまあまあ待って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 違う色っていうのも一つの手かもしれませんね。そうですね、うん、それもまあありかなという気もしますね。はい、こんな感じですそうね、まあ青好きな人だからアサギとか作る可能性あるのかな、ちょっとわかんないっすね、ちょっとわかんないっす。そこはまだね全然、多分ね行くぞっていう感じで作っただけなんでねはい、な感じでございます。まあちょっと楽しいお話できたかなと思います。はい、でモタハンさんと、モタハンさんとイトリさんとワオンさんでやってる、かわいいを作る会、半襟部門ですね、成果が実って商品になって、できるようになったと、もしかしてもう販売しているかもしれません。この動画流してるときはよくわかりませんけれどね。はい、またそれは決まったらお見せしたいなと思いますけど、出来上がるまでの工程など、いろいろすべてお会いせずにねやったので、でも皆さん迅速に置いて出来上がったということで、はい、そこもまたみんなの楽しみが一つ増えたらいいなと思いますね。多分ね、なんかこうレースとか刺繍ってものすごく着物の業界では
高級大高級で日本刺繍とかね、あのあって、なんか機械刺繍、機械レース、ちょっとディスるみたいな部分ちょっとあったんですけど、そういうのだいぶなくなってもらえたらいいなって思うのと、あの本当になんていうのかな、質の悪いレース、うん、質の悪い刺繍、本当あのぶわっとほどけてくるようなやつとかも機械なんですけど、こうやって本当に手の込んだあの一つ一つ刺繍していく機械の刺繍でも機械なんですよね。それはあの本当に粗悪で結べない帯締めも機械織りの帯締めで、このひびひもみたいに1日数本しかできないぐらい本当にゆっくりしっかりと織っていく、編んでいく、組んでいく、あの機械織りでも機械織りって言われるんですよね。その違いが、まあ、消費者には全然わかんないし、同じレースだし、同じ組紐だし、同じ刺繍だしっていうのがね、まあ、手織りとか日本刺繍とかそういう名前があると違うってわかるんですけど、その他は全部ガッチャになって一緒になっちゃってさ、一つのこなんか機械っていう言葉があまりにも大きいワードになりすぎてて全く分類されていないんですけれども、なんだろうな、手作り機械みたいな、なんて言ったらいいのかな、うん、本当にあのお一つ一つ丁寧に作られておりますので、刺繍もあの本当にワオンさんの刺繍縮まないしね、これもワオンさんの刺繍ですけどね、あすごいいいものが仕上がったなと思ってますし、その100羽手仕事じゃない分少しは値段が、うん、届きやすくなるっていう利点がいやありがたかったり、あの選択に耐えあの強く逆になったりとかするのがありがたかったりっていう部分が、まあ、一般の普通の生活してるとそっちの方がなんかねありがたい部分が多かったりします、正直。なのでなんかあのまあ高くて高くて全く買えないやっていうのではなくて、まあ全然安いわけじゃないけど、ある程度現実的な価格、想像しうる価格帯で、手に入って、であのちょっと変わってたり、ちょっと可愛かったり、もう大量すぎないあの量産されたものっていうのは多分一番美味しい部分っていうかね、あの買って楽しめる部分じゃないかなと思いますんで、ぜひぜひまたお役に立てればと思います。はいあの楽しみが増えたらな、みんなのと思っております。はい、私ももちろん楽しんでおりますけど、皆さんもぜひぜひ楽しんでいただけたらなと思います。はい、それではこんな感じで銀行へ行ってきたいと思います。それでは皆様良い一日を。チャンネル登録はこちら、はい、はい、チャンネル登録はこちらチャンネル登録した人はベルマークも押してね。あ、それを言いたかったの。それ邪魔ね。それ邪魔ねんけど。